こいつはそんな強くないっす。こいつはそんな強くないっす。こいつはそんな強くないっす。よー、大輝。あれ、ドラキーの色が違う。あれ、ドラキーの色が違うって思われてそうですけど、変えました。タモドラキーが、粉砕されたんで、ちょっと、さっきの戦いで。さっきの戦いで、ドラキーマ、ドラキーマじゃねえ、タモドラキーは傷を負ってしまったんで、ちょっと入れ替えました。ドラキーマの、子守歌があるんですよ。子守歌で、寝かしてしまえばいいんですよ、こんなもの。ゴーレムなんてね、原作ではね、何回寝たと思ってんですか。ゴーレムなんてね、原作でずーっと寝てた存在だし。さあ、いいですね。子守唄、お眠りなさーい。あれ、そこ？そこなんだ、眠るの。まあ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 、一眠りでもでかいけどさ、でかいんだけどさ、そこなんだ、寝るの。避けて！避けないと、きつすぎるぞ。競り負けるぞ、マジで。王者の剣技。よし！はい、OK！ いいよ！王者の剣技当たって411か。どこ狙ってんねん、お前。お前どこ狙ってんねん。さあ、ボソルール。投げ払うね。避けるチャンスあるよ。避けようか。しゅっ！よし、OK！ 息のあった。ぴったり息のあったね。ここはこれです。で、つばぜり向こう返しかけてくるんで、ここは、勝つ。よし、オーケー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 。で、このターンに、つばぜり仕掛けてくることはもう分かったんで、合体モンスター召喚で一気に打点取りましょう。ここで一気にね、追いついてやるよ。行くぞ、タオドラキー。怪我は治ったかい？グレートフルブリザード。これでだいぶ稼げんじゃねえか？ 900 ぐらいいけんでしょ？せーの、よいしょ！お、強っ！いいね、素早さが下がった。その素早さ下がったところ、待って、はせ、おお、びっくりした。あー、ここスクリブルやばい、威力高い。避けろ。よっしゃ、オッケー。いいよ、乗ってるよ。いいよ。ダメージレースで互角に並んでる。こっちは回避率だ。向こうがパワーというならこっちは回避率で勝負だ。さあ、ここで素早さダウンが効いてくる。子守唄。はい、よし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 。ゴーレム寝ねえな。ゴーレム寝ないな。どうなってんだあいつ。原作だったらあんなに寝てたじゃねえか。どこ行ってんねん。よく当てたな。まあまあ、よく当てた。オッケー、よく当てた。えらい。コックスクリブル来るぞ来るぞ、よっ、あー、痛いなー。ちょっとギリギリだな。カブト割り来る。うわ、痛。これは、寝させるしかないよね。え、きついな。うわー、おー、すぎやー。子守唄、子守唄、いけ、ママちゃん、ドラキーママ、子守唄、全然嘘でしょ。かー、どうなってんねん、お前。ちょっと待って。ちょっと待って。いや、どうなってんねん、ちょっと。ちょ、避けろ、やめてーな、どうなってんねん、ちょっと戦士が受けるってどうなってんの、このゲーム。でも無理じゃないってことは分かりました。素直にさっきも、王者の剣技をボストローに当ててればワンチャンあったレベルまであるから、削り切りもいけるそうな範疇まで来たね。あとは子守唄がちょっとね、効き悪かったな。1体しか止めないの、11交換がね、ちょっときついな、11交換だと。ゴーレムとか普通に寝てほしいんだけど。ゴーレムってあれ寝ないの？ゴーレムって子守唄で寝ないのかな？ここのターン大事だよ。耐久的にもね。
キーマちゃんたちは先制してくれると思うんだけど。さあ、噛みつき攻撃。よいしょ、OK よ。いいよ、いいよ、いいよ。キーマちゃんがね、先制して子守歌で寝過ごしてくれないとダメだね。だから、どこ吹っとん？どこ吹っとん、おもちゃの剣技。よし、ドキママ動いた。子守歌、おやすみなさーい。よいしょ、ようやく寝たか、お前。ようやく寝たか。あ、通行の時にね。まあ、普通のあたりになるから、そこは。そこは普通のあたりになる。まあまあ、一等いの !501 食らうの？割と普通に食らったな。割と普通に痛えな。痛恨の一撃レベルで普通に痛えじゃねえかよ。避けろ！あー、避けない。あー、もうきつい。いや、きついな。あれ？鬼コップを最強伝説の時はここ苦戦しなかったんだよな。多分それは職業相性があるかないかの差だと思うんだけど。やばいなぁ。強いぞ。あれ、ここ鬼門？まさか。嘘でしょ？武闘家さえ超えてきたんだよ。武闘家さえ超えてきたんだからさ、いけるはずなんだけどなぁ。まあ、単純にこっちの素の HP が低いってのもあるけどね。まあ、こっち20だし。言うてこっちのレベルは20だしな。言っちゃえば。まあ、最悪レベルを上げて物理で殴るという手段がなきにしもあらずでもあるが。それはあまりにもね、ドラクエね、こうモンバットビクトリーをこうやってね、長年やってる自分からしてね、ちょっとプライドが許さないんで、このレベルでやりたいなと思ってるんですけども、サードだ、なぎ払ってくる。よけよ、うん、なんでやばいよ。ちょっとこれそろそろ避けないとやばいよ。避けろ、避けて、避けて、いったー。はははは、ぐぐ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 ぐ、カーバンクル出てきそう。俺の中のカーバンクルが言ってる。ぐぐ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 ぐ。あ、おっと、相手の攻撃。避けろ、避けれるよ。めっちゃ普通に負けた。なんか本当に普通に負けた感じがする。これはね、ご利用されるね。素直にやってると。作戦変更します、ちょっと。ドラキーが超音波一応使えて、さっきボルブルを麻痺させてたじゃないですか。それにもかけてみようかなということで、超音波にします。だから、4ターン耐え切れば、とどめの一撃勝ちが見えてくるから、4ターン耐え切るルートをそのままやってみるのは手かもしんない。もちろん削り切りも視野に入れたいとこではあるけど、全体攻撃をこすっていきます。あ！そういや死神の盾だったな、お前。さあ、頼むぜ。ドラキーマは眠らせるつもりだ！よいしょ！よし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 。でかいなぁ、このターン。でもこれ起こすな。叩き起こしちゃったな、今度は。あ、一人、いや、当たってないわ。当たってないわ。あ、でもこれで、さすがにこれ叩き起こすかな。雷鳴拳で。あー、雷鳴拳こんなもんか。あー、起きちゃったな。あんま意味ないな。それだと。ありがとう、避けろ！避けないな。前半のピロリはどこ行ったんだ。起きちゃった。起きちゃった。スーパーハイテンション戸惑いながら攻撃。痛い。素直に痛いっす。スーパーハイテンション戸惑いながら攻撃、素直に痛いです。200ってどんなこと。さすがボスロールやな。よし、とりあえずここ安定。ここは安定するんだけど、だここのターン大事だな。いかに避けるかだと思う。通行の時期食らったらもう HP が半分になっちゃうから。いや、どうしたもんかな。耐久が足りてない。できれば火力も足りてない。グレートドラキーにしたことで、別のところで肝が生まれちまったってことか。でも、舞踏会の時はね、割とよくいけたなと思うんだけどな。来たよ、コークスクリブロー。いやー、これ1ピロリでかいよ。1ピロリ！よー！ 1 ピロリってくれー。うわー、やばい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 。やばい。これ食らったらさすがにやばい。やめてきついきついぞ
きついぞめっちゃきついじゃん。頼む、これで全然とかじゃないともう無理だ。いけ、コウモリ歌、よし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 、まだある、まだあるね、まだあるね、まだね、まだあるね。あ、ちょっと待って、ん、おい、その雷電インストラッシュまずくない？ん、その雷電インストラッシュ何かまずいような気がするんだけど、まずこれを避けよう、まずこれを避けます。さあ避けろ。それは避けへんわ。私は一つの戦法にたどり着きました。こちらです。誘惑の剣です。なぜ負けたか。それは基礎ステータスが悪いから。単純に殴り合いじゃ勝てないっていう方悟りました。なので、止めに走ります。つまりこれはパッチョの戦法を利用した、パッチョ2世です、私は。私はパッチョ2世です。よろしくお願いします。タイオルです。この一旦目のスーパーハイテンションがとにかくきついから、さっそく全員止める行動で、もう勇気で開始を狙う、いやらしい戦い方しましょう。大会でも一応いたからね、こういういやらしい戦い方するっていうのね。戦法の一つではあるからね。とりあえずこのスーパーハイテンションのターンをしのがないと、こっちに勝ち目はない。さあ、寝させてやるぞ！子守歌！よし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 、一番怖いのが止まったな。オッケーオッケーオッケー。さあ、よし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 。さあ、次だ。踊ってもらおう。あ、いいね。超音波で麻痺出してくれ。さあ、超音波麻痺とか欲しいよ。来ないか。麻痺来ないか。いやー、ちょっとじゃあ余計欲しいね。頼むぜ。余計よ。いい余計よ。よしよしよし、当たってない。さあシャルウィーダンス、私と一緒に踊りましょう。はい、早速踊りきます。はい。よけろ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 、よし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 、これは歌うか。迷ったけど、あ、緑になっちゃうのか。トントントン、よっしゃ、オッケー、なんとか勝ったね。よし、あとは勇気逃げしよう。状態異常とか絡めで使いまくって。でもそれだったらさ、これ打足か？もしかして。これいらない説あるな。ドラキーまでさ、寝かした方がいいんじゃねえか？それまであるな。その説まであるな、一応。削りがちを狙ってる自分がいるんだよな、ちょっと。ちょっと削りがちを狙ってる自分がいないことはないな。ここ大事。その人、誰？主人公？あー、そういうのミスってほしいな。ミスっておけ！痛いよー、痛いよー。ミスってくれよ、そこ。避けろ！うわー、避けない！きつい！もうきつい！奇跡、魔法もあるんだよ！まだだ！まだだ！まだあるね。子守歌、せーの！よし！なんでゴーレム避けた？まあ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 、一匹止めた。一匹止めた。一匹止めた。超パ！よいしょ！誘う踊り！これで踊らせてよ！軽やかなステップで！はい！誘う踊り！はい！シャルウィーダンス！不採用。パチョ2世、不採用です。パッチョ2世は不採用です。無理です。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。そんな装備で大丈夫か？一番いいのを頼む。ダメージレースにあった、向こうは通行の時期をポンポン当ててるんだから、こっちだって、
もう滅ハヤブサ蹴りポンポン当てて勝ってやりますよ。という、そういうね、もう頭の悪いコンセプトができてしまいました、いよいよ。いよいよ頭の悪いコンセプトが出てきました。いよいよ頭悪いな、俺。いや、削り勝ちでやった方がいい気がする。でも一旦ね、削り勝ちする前にこっちが削られちゃうことが多いから、子守唄は必須だね。どうしても。さあ、頼むぜ!この目つきが違うぜ!とりあえず、ボストロールとかで打点は出るから、おい!呪いの装備なんてつけてくからね、お前なもん。来ましたよ!まさかの2回攻撃!ほらもう一丁滅はやぶさ蹴り恐るべき隠し技よし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 さあこぼれた完璧来たかこれは来たかもしれんなあいつ寝てるから、つばぜりはできないから、つばぜりできないから、ここのターン普通に攻めて、もう一回攻めて、こぼれた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 、せーの、よし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 いいぞ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 、まさかのこの作戦が効くかもしれん。魔人さん神器でいけるかもしれん。おいし、眠ってる眠ってる眠ってる、いいよ、眠ってるよ。よし、こいつも眠ってるよ。怖いのボソロだけか。あー、それミスってほしいな。ミスるとだいぶでかくなる。せーの、よし、オッケー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 。さあ、ハガオさん、ハガオさんですよね。そうですよね。ワイトもそう思います。ワイトもそう思いました。ワイトもそうなるんだろうなと思いました。そら、そら私もそうなると思いましたよ。とりあえずここのつばぜで勝ちたいな。勇気勝ちを狙いたい。うわっ、ああ、いいよ、勝ちはいいんだろ。よっしゃー、オッケー。でも今回子守唄がいい感じに刺さってるから、勇気逃げも全然できる。これは勇気逃げも全然できる。避けろ、避けてくれー。いい感じにいけるかも。子守唄ボソロール狙いは、よし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 。今回、子守唄の調子がめちゃくちゃいい。こうでなきゃな。いや、こうでなきゃ、子守唄は。やっぱり子守唄はこうでなきゃ。叩き起こしやがった。叩き起こしちゃったか。いや、でも、これいける。あれ、これいける?こんなふざけた装備でいける?もしかして。こんな頭の悪いさ、パーティーでいけちゃう?もしかして。いけちゃいます?噛みつきで、当ててね。当てろ、オッケー、素晴らしいすぎやん。来たか、来ちゃったか。来ちゃったのか、この頭の悪いパーティーで。え、嘘嘘ここで追い打ちだ。まさかの追い打ち、まさかの2回攻撃。おらー、うわ、やばいやばいやばい、もう止まんない、もう止まらねえ。恐るべき隠し技、おらやったー、完勝だね、完勝だね。ああまあまあ、感想どうですか。感想した感想ですけど、圧倒的勝利ですね。嘘でしょ。魔人三神器こんな強かったの。魔人三神器強いわ。削り勝ちまで狙えたからね。今回子守唄の調子がすごく良かった。一旦目に全員止めてくれたのはマジででかい。ドラキーマーこうでなくちゃな。滅はやぶさ別にいらんだと思うんやけど、あれ絶対打足だよ。いやー、勝った勝った。完勝ですね。
今までのさ、流れるように負けていたさ、なんか流れるように負けていた流れが急にこっち変わったな。おお、泣いてるぜ。一回負けたくらいで泣いてるぜ、こいつ。俺様力不足だぜ。それを状態中で止めまくってたからね。今回はマジで打撃戦をしのいだね。ドラキーマのおかげだよ、本当に。パワー自慢ダメージ、一撃ダメージがとんでもない。本当だよ。メツハヤブサ強かったわ。メツハヤブサ強かったわ。逃げず、引かず、退かず。本当か。ドラキーママめっちゃ寝さすとったね。ハカブサの剣とさ、状態中で止めまくっとったな。すごいな。さあ、いよいよね、全部の下級職は終わりました。次に待っているのは、まあ、レベル上げの作業と、職業の解禁クエストですね。いけっかな、職業の解禁クエスト。